すれば花なり。風刺家電ということで、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はこちらのアレーティア最終上限解放レベル100にいたしましたので、お試しで触っていきたいなというふうに思っております。アレーティアね、実際に使ってみたんだけどめちゃくちゃパワー高くて、この4ガビがもうマジでクビラの4ガビぐらいのハイパー、もうちょっと出るかなぐらいのとんでもハイパワーが出てるんですよ。でそれ以外にも1ヤビ2ヤビも強いし、まあ、3ヤビ使ったらその1ヤビ2ヤビが高速で上がるっていうことで超ハイパワーさを感じたんで紹介したいと思います。はい、変更点としては1ヤビが単純にパワー上がって強化効果を1つ無効化、ディスペルがつきました。で2ヤビに無属性ダメージが追加されて、基礎火力が大きく上がりました。で奥義を使用した際に1ヤビと2ヤビが即時使用可能になるようになりながらも、もともと除と破が2回発動するようになってるから、かなりアビリティの回転率が上がった効果力アビリティアタッカーになりました。で4ガビも新しく追加されまして、この4ガビが敵に4回合計48倍持続性ダメージ、自分の奥義性能アップ1回、アビリティ発動時使用可能ターンと再使用間隔を1ターン短縮ということで、まあ奥義がわりかし起点になってるから、奥義を使えば使うほど4ガビの再使用間隔が1ターン短縮されるんだけど、まあそのアビリティのダメージがめちゃくちゃ高いから、とんでもないっていうような感じだね。まあ俺が普段使ってる変なフルオート編成があるんだけど、まあちょっとこの変なフルオート編成で、少し実際に回してみましょうか。トライアルバトル、さっきも見えたと思うんだけど、なんか1000何百万ダメージみたいなとんでもダメが出てたんで、はい、魅力的ですね。ニアビを使いまして、まあ防御加減でいきましょうか。でまず1ヤビ210万、まあいいダメ出てるよね。ただまあ単発なので、余ダメージアップ系統の武器スキルとは相性が悪いです。余ダメージアップ系統がついてると多段アビリティの方がダメ伸びるんだけど、これ単発なので余ダメアップつけてもダメージが伸びづらいっていうような感じになってるね。で4アビの効果がアビリティ発動時使用可能ターンと再使用間隔を1ターン短縮ってなってるから、3アビを使ってもアビリティ使用間隔が縮むっていうのはちょっと押さえといていいかなって思った部分だな。これで奥義打って、まあ、奥義性能アップ、サポートアビリティが変更されて奥義性能アップっていう風になってます。で、奥義を使った後は除と破が2回発動、即時使用可能。今のダメージ600万ってのを覚えておいていいかな。で1ヤビが2回の510万、アビリティ再使用間隔は2ターン縮むわけではなくて1ターンですね。発動によって1ターン短縮なので、まあ、2回発動でも短縮されるのは1ターンみたいな感じみたいです。はい、で、他のキャラクターの奥義ダメージ、まあ今アレーティアの奥義ダメージが400万ぐらいだったんだけど、他のキャラクターの奥義ダメージは、はい、380万。他のキャラクターよりなんかまあ 1.2倍、 1.3 倍ぐらいパワー高そうですね。奥義火力高そうだな、アレーティア。いいですね、サポートアビリティの恩恵を今大きく感じました。はい、これでブローディア380万、だけど400万ちょい出てたよね、446万。サポアビの奥義性能アップを大きく感じる。さらに4アビを使うと、奥義性能アップ1回っていうのがあるから、ちょっとそれも使ってみたいね。これで1アビもちろん2回発動するから、奥義加速してあげるとすごい強そうですね。で、4アビが上がりました。使ってみましょう。すれば花なり。1670万だね。1670万ダメージと奥義性能アップ1回があります。ちょっと奥義性能アップの恩恵見に行きましょうか。あ、ダメージがとんでもなく高そうなキャラクターに見えるね。9、はい、これで奥義を使うと600。減衰あれだね、特殊上限ラインまで踏み込んでますね。めちゃくちゃ奥義性能上がるね。でそれで奥義使った後1ヤビ2回上がる、2ヤビ2回が発動する。とんでもなくパワータイプのキャラクターになりましたな。はい、ということで、じゃあ今回はお試しで、奥義軸、無名金重剣豪を使った奥義軸にぶち込んでみようかなと思います。理由としては、まあアレーティアが奥義使うとすげえパワーが高そうだから、となると主人公を無名金重にして
扇ゲージを分配してあげたらアレイティアめちゃくちゃパワー出そうで面白そうだなって思ったから、採用してみた。サティロスの一浴びの紅葉効果とともに、アレイティアがとんでもなく火力を出せそうなので、ちょっとそのあたりも期待していきたいなと思います。さっきのダメージグラフ他のキャラがアビリティ使ってないとはいえ、ダメージガルファがとんでもないですね。はい、じゃあディアスポラの自発編成、救援を出した時に活性率 100% ですよって出す時に、主人公のみで奥義活性を100にする編成で、ちょっとこれをお試ししてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、でドーン、オッケー。ここから始まる俺たちの物語、マイファーストストーリーってことね。アビリティ連打して、1アビ、2アビ、3アビと。いいよいいよ。1アビ、2アビ、3アビを使った後、ちょっと今回は、でも最初ウリエルでよかったな。9温存してウリエルでよかったかもしれん。まあこれ一発目オギュウとか、はい。まあ、今回オクトを抜いたから、オクトを入れた時よりもアビリティダメージの部分で少し、伸びる。ただしその代わりに扇ダメージっていうと少し落ちちゃうから、貢献度が稼げるようになるかな。活性率 100% を目指した際に、その途中貢献度がすげえ上がるから、まあ、その部分で恩恵を感じることがありそうかなっていう風に思ってるんですけど、よいしょ。こうしてウリエル召喚して扇回転良くなってんじゃないの。これでだってもうアレーティア扇打つっしょやっぱ無名金重剣豪とサティロスの合わせ技はとんでもないですね。こうやって見てみたら悪人無双、これでオッケーオッケー。敵の特殊技はもう解除できないのでガードして諦める。メタルチェーンゲージ 63%、 これで1アビ2回2アビ2回でガード、主人公これキュアポでいいか。これで今のうちにウリエル使っといて扇ゲージ確保していいよ。でガレオンが扇打つと、いいね、733万、よし。これでフルガードしてガーフを食らってしまいました。でここ奥義打てる状態になってるんだけど、4アビ打てますね。じゃあ4アビ打ってみようか。いけー1800万ダメージ、アビリティ活性状態が上がってしまいましたね。アビダメがめちゃくちゃ高いような感じになってるな。これは大変いい感じですぞ。じゃあここからバブさん召喚しようか。これでディスペルぶちかまして、オッケーで、4アビにより扇性能が上がってるから、この4アビの扇性能アップでアレーティアの扇火力はもちろんとんでもない火力になっていますと。760万いいダメ出るね。あなたいいダメ出るじゃないの。いいじゃないのあなた。でこれで扇耐性が 20%。 ここでガレオンが攻撃しちゃうと次の特殊技をガードできなくなってしまうので、ここはガレオンガードでいきましょうか。で1ヤビ2ヤビフェイタルチェインを使ってガード特殊可能ターンをちょっと縮めようと思ったんだけど、もう大丈夫だったわもう大丈夫だった。でここガレオンガードして扇ゲージ稼いで敵の CT がマックスになります。オッケーで、ダメージ目的か。ダメージ目的は安心してください。私火力は十分に持っておりますので、1800万ダメージはこの扇火力で稼いでいきますと。いいですね、かなりのハイパワーさを感じますよ。で弱体効果11回 OK。 1アビ打って2アビ打って3アビ打って1アビ打ってガードガード、これで
ガレオンが攻撃くらいがちか。まあここはアレーティアを祝福の接吻でパワーアップ、一闇打ってこれでいきましょうか。あ、主人公ガードしちゃった、間違えて。これでオッケー。これでターン短縮してガード込みながらぶちかましていく。いや待って、火力が高いわ今。が、あの奥義活性が 30% なんだけど、これ一人でさ、なんか奥義活性100にしようとしただけなのに、なのにさ、あの HP50% 付近の上限に行きそうじゃね。なんかとんでもないパワーを感じている今。1アビをして2アビをして、ここの防御アップバフは消えなくてもいいので2アビを打っちゃいましょうか。でこれで、いや、フェイタルチェイン使おう。 HP 回復のためにフェイタルチェインを使いました。これで奥義打ちましてリロードするわ。はい、でここは弱体11回 OK。 これはサティロスのみガードでレッツゴー。でここが恐怖が来ましたね。これが一番きついんだけど、弱体ターン短縮でどうにか避けていきたい所存。恐怖、まあただ4アビが上がってますね。行きましょうか4アビ。ほらチン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 1700万ダメージ。待って、アビ活性が上がりすぎる。これ奥義活性とアビがちょっとアレーティアの力が、あまりにもアレーティアの力が高すぎてさ、奥義活性よりアビリティ活性が上がっちゃうとかいう恐ろしい状況に突入しているんだけど、これ勘弁してほしい勘弁してほしい、かっこ嬉しい悲鳴。これで敵の HP は回復してしまいますが諦めて、でここ37ヒット1ヤビ使おうか。で、ここはガレオンか。どうしよっかな、なんかガレオン耐久できそうなんだけど、オルポ使おうか。はい、でニアビ打ってすまねえ、あまりにもアビリティダメージが高すぎる。待って、これ50-50でしょ、えぐくない？奥義ダメとアビダメをトントンにしているっていう。だってアビリティダメージってそんなに多いキャラクター構成じゃないけどね。最後のさ、ダメージグラフ見るのマジで楽しみだわ。ちょっとじゃあダメージの部分に関してはよく見えたと思いますので、まあ、今回一発あれしましょうか。もうそろそろリロードをゴリゴリに挟んで、行きましょう。活性率 99% ぐらいまでとりあえずぐいぐい進めていきますわ。でこれでウリエル召喚して、まあ、これでアレーティアが奥義打てると。無名兼重との相性はかなりいいですね、こうやって見てみると。奥義打ち放題だから安定感がかなり高いな。これでリターンでガードして、でディスペルのためにベルゼバブ置いとこうか。攻撃してニアビ打って4アビ打っていいねー。で1アビ主人公に打って HP 回復させといて、ミゼラブルミスト打ってバブさん打っといて、キュアポはガレオンに使うことになりそうだな。いつ使おうかな、もう使おうか、さすがに。これキュアポ使って2400万ダメージ。2400万ダメージか。ここでコッキリン使ってもいいけどね。アビリティダメージの活性率は、あ、奥義80のアビリティ60だ。あれいいですね奥義アビリティ活性の方がさ、あ、奥義活性の方がさすがに早そうなので、今が好機とばかりにキンキンキンテレレン1800万ダメージ今がチャンスとばかりにアビリティを連打するミザという男がいたんですよ。なーに、やっちまったな。これでアビリティの奥義のアビリティ70でしょ、奥義80でしょ、ちょっと強すぎるかもでこれでアレーティアの HP を回復させて、だってもう 50% 付近いくじゃん一人で。強くねこれ。
貢献度見て 7.1 今 7.1 億出してんだけど、この時点で 7.1 億出してんの、すごない？だって俺さ、前オクトを入れた編成の時は5億だったんだよね。ディアスポラ救援編成で、ディアスポラ救援編成でそのガレオン採用してみたみたいな編成の動画を上げたんですよ。その際についたコメントが、いやーミザさん、ガレオンで通常攻撃ダメージ高いからか5億ダメージ出てますけど高いっすねってコメントがついたの。そうミザさん5億ダメージ出てますけどそれ高いっすよ、すごいっすねみたいな、うん、5億ダメージ、なんか普通だったら奥義のみで、奥義活性のみでやってたらもう4億ダメージぐらいで、あの5億ダメージもいったら MVP 稼げますね、 MVP までいけますね、すごいっすねっていう風に言われてたの。なんだけど活性率今 100% になりました。今の活性100になった最終ダメージが 7.8 億HP62% まで削りましたねこれで97ヒット突入だ。はい、ということでこれでツイッターに救援を出すと、アビジクで早い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 、あでも2人だな、3人、あでも意外と落ち着いてきたか、落ち着いてきたかもね。ディアスポラ救援も入れるようになってきたのかな。まあアビリティ最終結果で見てみると、通常10、アビリティ80、奥義100ということで、圧倒的なアビリティダメージで、剣豪編成は幕を閉じました。それじゃあ、とりあえず倒してもらいたいと思います。ちょっと止まってしまったようですね、残り 1% でこれ俺動いていけるかな、動くか、試しに動いてみます。ニヤビをして52ヒットでしょう、どうなるかね。キューって、でポーションか、どうなるかな。主人公1打つか、主人公にキスして4アビ温存しようか、うん、4アビ温存してガレオンを落とす、これでミスト打って、はい、で解除ね。じゃあここから本番か、ティターン召喚して4アビ打って、2%か、さあどうなるかな、これ行くしかねえよな。うんー、でこれで CT マックス特殊が飛んでくる、さて怖いぞー、 2% ね。ええぐいダメ食らったけど、4アビ強化アビでフルガード、マジかー、これ失敗すんのか。ガーフ 1% 通常1アビ雷通常、頑張れ、はい最高度、はい耐えろ耐えろ、なんか耐えろ、マジか、残り 1% で失敗してしまうのか ということで、まあ成功し、まあ、討伐成功したかわかんないんだけど、まああれは野良に任すしかないので、あれは仕方ないですね。うん。まあ自発する場合の動きで言うと、まあアレティアを採用してたら途中までもっと削れるようになってるんですよ。オクト採用型で奥義ゴリゴリっていう風にやっちゃうと、確かに活性100にすること自体は簡単なんだけど、HP 的に言うと 70%、80% ぐらいで終わってしまうから、つまりはアビリティ軸
ックの人あと削ってねポンっていう風に出した時の負担が結構でかくなっちゃうんですよね。で、それがオクトーじゃなくてアレーティアの場合だと、アレーティアは1アビ2アビ4アビでアビダメをゴリ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 って出してくれるから、そこら辺考えるとね削る量が多かったっす。で貢献度的に見ても、俺が前回、やったガレオン、オクトー、サティロスの場合だったら5億ちょいぐらいだったかな。で、奥義塾オンリーでやった時はなんか4億ぐらいらしい、視聴者コメントで言うと。なんだけど、今回に関しては 7億ちょいぐらい貢献度出せてたような感じがしましたので、そこら辺を考えるとね、ダメージを出せてる分後半の、まあ、削りの量、アビリティ軸救援の、アビリティ削る量は少し負担として減ったのかなとか、まあ、あと、まあ、今回は倒せてないのかな、どうなんだろう、倒してくれお願いします。倒せてないんですけど、まあ、倒せた場合においてはMVP 取れるね。はい、まあ、そんな感じでしょうかね。ということで、アレティア採用したけど、まあ、4アビのダメがすげえ高かったから大変気持ちよかったです。皆さんもなんかアレティアこれ強かったよみたいになったら教えてください。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。